もうすぐひな祭りなので、今日はひな祭りのね、お菓子とかを食べていきたいと思います。長いんだ。じゃあ今日は、そこ長いんだ。こういうソフィアのやつとか、くじ引きでね、ちょっとやっていきたいと思います。ももちゃんくじ引きやる。うん。はい、まず、じゃあどんどん食べていきたいと思います。あ、鼻くそ食べてる。うわひなあられみたい。ひなあられ。ひなあられほじってるね。やだひなあられおむ。ああ。鼻じゃなくてお菓子食べましょう。はい、まず何食べますか？じゃあまず、ももちゃんはソフィアね、このね。はい、どうぞ。どれ見せて。ソフィアの。ひなあられです。かわいい。もーちゃんどれ食べんの？迷ってんの？なんか全部独り占めしてる人がいます。はい、じゃあソフィアのひなあられから食べていきたいと思います。いいよ、食べて。ふぅー、はい、じゃあ開けていいよ。出てる、これ。じゃあお皿持ってくるね。うん、ソフィアのひなあられは、わ、カラフルだね。ちょっとちょっとでいいか。いろんな色入ってる、見せて。わあ、すごい。ピンク、緑、黄色、白、オレンジ、いっぱい入ってます。紫も入ってる。紫、あ、さすがソフィアだね。紫も入ってる。緑、どんな味ですか？なんかね、外の空気の味。外の空気の味。おーちゃん、どんな味？なんかさ、おいしい。なんかおいしい。ほんと、ね、ピンクな。なんかちょっとしょっぱい感じ。しょっぱい感じ、うん、おいしい。ちょっとお塩入ってる。お塩入ってる。紫。お、ソフィア色だ。あと白。ん、白。なんかコーンフレークのあれ。おいしいじゃん。うわー、白。じゃあ、なんかこれすごいおせんべいっぽい、オレンジ。なんか白、なんかごまの味する。ごま、外の空気の5倍。5倍、意味が分かりません。じゃあ次は、いわはこのひな祭り限定のバカウケアソートから何味が出るか引いてみたいと思います。ちなみに味はこんな感じです。結構いつもはさ、だいたい青のりとかなのに、青のり、ごま、チーズ、コーン、いちご。ね、いわがね、取りたいのはこれかな。チーズ、コーンとか珍しい。やばい、おなり様。ユアがいただいたチーズ。わー、チーズだー、すごい。じゃあももちゃんは聞いてみて。見てもいいよ。何がいい？あ、いちご。あ、かわいい、似合う。イエーイ。じゃあママ引くね。ママは、ママは普通に青のりとかでいいな、おばさんだから。やったー、出たー。見てない。見てないよ、すごい。食べてよ。開けるか。うわ、臭い。チーズだから。そりゃそうでしょ。いちごは美味しい匂いなんじゃない？甘い。匂い嗅いで。いちご味ってすごいね。嗅いで。臭い。チーズ臭い。美味しい。味はしない。本当？本当？美味しい。いちごミルクだ。どうですか？味しないよ。うん。最高よ。最高？匂い嗅ぐ。大丈夫。うん、はい、じゃあ岩さん、この中から下見ないでどれか一個引いてください。どのひな祭りのお菓子が出るかな。お、定番のキャラクターではない、お米から作ったあられが出ました。これはね、赤ちゃんにも優しいお菓子だって。うん、なんでそんなにしめするんですか。食べてみてください。食べようか。最高だね、ひな祭り。こんないっぱいお菓子が食べれて。あれ、誰もうんって言わなかった。あ、うんうん。え、出しすぎ。これいただきます。美味しそう。あ、豆の味。違う、さっきとソフィアと違う。豆の味。豆の味。ね。甘い。さ、鬼にこうやって投げたら本当に豆の味する。豆なんだ。でも食べて。お米から作ったって書いてあるけど。豆の味。どれどれ。これ鬼はそれやってる。お、おいしい。あれだ、ほんとだ。あの、人参のあの、ほら。ああいう、あれの味。これぐらいのよ。うん。ちょっとママ、ソフィアの方も食べてみます。この紫をね、どのぐらい違うのか。
ちょっと比べてみよう。あー違うね。ソフィアのね、外の空気の味はしなかった。どっちがソフィアでしょう。正解はこっち、大きい方。早めでジャンプして。あ、でもお菓子食べながらだ、やめよ。次の動画も見てね。